きつけー。これじゃあ何もブレイクできねえだろ。新ポケモン、指振り王決定戦。指振り王？誰が一番、指振りで強いか。今宵、その結果が明らかとなります。実力者が誰かわかりますね。それは実力者じゃなくてね、運だけマンって言うんだ。指振りと言ったら外せねえポケモンがいるよな。強猛の指振りしオーロンへ、ここに馳せさんじた。あなた3年前のポケモンなんで参加資格がないですね。心はいつでもフレッシュなんだけどな。じゃあ俺が行くしかねえか。スカーレット指振りしマッシブン、ここに馳せさんじた。あなた6年前のポケモンなんで参加資格がないですね。そもそもお前指を振る覚えねえじゃん。じゃあ僕が行くしかないね。データ系指振り一人通、ここに馳せさんじた。あなた23年前のポケモンなんで参加資格がないですね。そもそもお前指どこだよ。塾講師の方ですか？今大会に参加資格がある最終進化系の皆様はこちら。どれが強いのかちっともわかんねえ。種族値が高いのがパラドックス組、特性が強いのがいたずら心の他人グルって感じだ。今環境だとアクタイプがいないから、いたずら心を止められないのが他人グルにとって追い風といったところか。なんだお前、引退して専門家になったやつのムーブじゃん。とりあえず私は強いかはわかんないけど、シナリオで手持ちに入れてたのでお猿さんを選びました。専門家さん別の猿が選ばれてますよ。ボヘチャンネルはこの夜猿を選択、他の選手も続々とポケモンを選択していきます。誰もいたずら猿入れないじゃん。よくわかんない専門家の意見はスルーされがち。ルールは1対1、総当たり戦で勝ち数の多いポケモンの勝利。果たしてこの夜猿率いるボヘチャンネル陣営は勝つことができるのか、指振りの神様は誰に指を指すのか。どうも、ゆっくり主人公です。初期アバターの間違いだろ。それじゃあやっていきましょう2戦目。1戦目は？ YouTuber にとって負けよりきついやつじゃん。最悪だよ。いきなりマイナスからのスタートですが私負けない。考え方を変えよう。ここはゴルフ会場。ゴルフみたいにマイナスが良しとされる競技にはならないよ。さあ、一戦目の相手は。大会運営さん、不正が行われてます。最終的には未来張り手山しか出てこないから大丈夫です。それに家族が応援に来てる温かい状況だからセーフ。家族機械化されてるんですけど、ロボ父ちゃんじゃん。これ本当に家族なの？ロボでも父ちゃんだろ。すみませんでした。ドラえもんの線もありえるだろ。ジャイアンチに来た世界線じゃんこれ。対戦、よろしくお願いします。メカちゃん子は HP、攻撃、防御の数値が凄まじいポケモンだ。物理技をたくさん引かれたらまあ勝ち目は薄いだろうな。先制できるアドバンテージを生かして試行回数を稼ぐしかない。専門家の方ご意見ありがたいんですが、結局運ゲーですよね。確かに運ゲーだが、勝てる確率はポケモンによって違う。やはり勝ちやすいのは種族値や特性が優秀なポケモンだ。なんか現実世界みたいで嫌だな。それで言うとこのヨザルの特性は優秀だぞ。特性の無限期は能力を下げられたら攻撃が2段階上がるから、技がランダムな指振りだと非常に強力だ。いや夢特性パッチもったいなくてこいつの特性はやる気です。お前が一番やる気だぜ。まあランクマ基準だと強いから。さあ、このヨザルはライジングボルトで攻撃。いってー。何がライジングボルトじゃ、自転車のライトくらいの発電だろ。このヨザルは特攻低いですし、メカちゃん子は電気タイプ。現実はこんなもんです。で、相手は投げつけるで攻撃と、指振りバトルで持ち物を捨てるのは大きなディスアドだから、これはめちゃくちゃありがたい。ラムだったから状態異常に思考がいい。ミストフィールドあるけど。はいクソ、ムカつくからちゃん子の顔に泥塗ったろ。これもう国芸の侮辱だろ。だが命中ダウンは長引くほど有利になる。この一手が後々役に立ってくれるかもな。あ、いやいや何をそんなに察してるの。自己暗示って相手の能力変化をコピーする技でしょ。私何にも上がってないよ。自己暗示は相手と能力変化を同じにする技。このヨザルはこう、メカちゃん子はこう。じゃあこれをコピーすると泥かけた意味がなくなる。もしかして私の顔に一番泥かかってる。しかもトライアタックもダメだし、絶望感エグすぎるな。ああ、こんなん自信こないと勝てないよ。しかも相手側に追い風吹いてるし。まあそれでもこのヨザルの方が早いので向かい風だけど逆転狙います。立てこもる。確か翡翠ヌメルゴンの専用技だったよね。防御に加えて回避も上がるやつな。強すぎー。あれ防御だけだったんだけど、どうやらただの鉄壁に格下げされたっぽい。作る意味あったんかこの技。でも翼で打つをしっかり耐えてますよ。立てこもるが来てなかったら致命傷でした。翼で打つみたいな弱い技でも厄介なのが指振りなんだよな。こっちも堅実で強い技出さなきゃ。本当にこの良さっちゃうってその技。なお、こういう系の技は機械がいないと発動しないのでした。メカちゃんこの攻撃は。ダブルウィングやめろや。しかも負けたし、あのちゃんこレッドブルを燃料にしてそう。フランキーのレッドブル版。だ、対戦ありがとうございました。メカちゃんこのダブルウィングに成敗されたポヘチャンネル一行、残り二人を倒して、せめて勝率5割にできるのか。
あれ、大会参加者6人じゃなかったっけ？一人は寝落ちして大会参加できませんでした。仕事が辛そう。続いてのお相手は、デカヌちゃんだ。体感 SV で5本指に入るほどバズってるポケモンだな。人気投票上位、取りそう。なんだなんだ、じゃあ俺もハンマーを持てばバズるってことか。小さいポケモンがハンマー持ってるからバズるのであって、お前が持ってたら見た目相応なんだよ。その辺にいるかじゃん。対戦、よろしくお願いします。デカヌちゃん、ハンマー重くてバグりがち。スルーしてたけどさっきメカちゃん子も埋まってたからな。この勝負、このヨザルビ有利か？デカヌちゃんはああ見えて攻撃力が貧弱だしな。でかいハンマー持ってるのに？ 75 しかないぞ。持つだけで精一杯じゃん。じゃあのんびりで良さそうだね。うおー、爆破ドアだったー。呪いはゴーストタイプが使うと、ターンごとに4分の1ダメージを与えることができる。指振りにおいて非常に強力な技だ。ああ、どんどん攻撃下げていいよー。私棒立ちしてるだけで勝てちゃうから。でもこっちは体力初手から半分減ってるから、攻撃たくさんされるとおしまけね。確かに、フェアリー技来たらお星様になっちゃうよね。意外と接戦になるんじゃないですか？そんなことないもん。ここで V ジェネとか打つもん。ナメプやめろ。マキビシみたいな使いにくく技は、実質跳ねると同じだからな。というか呪いとかマキビシとか、戦い方が戦国時代なんだよ。これもう亡霊じゃん。肝心のデカヌちゃんの技は、砂地獄です。あれ、砂地獄って定数ダメージ技じゃなかったっけ？もしかして、私ピンチ？ピンピンのピンチだね。いやだー、これじゃあ勝ち試合が没ほぼ確定の塩試合しかなくなる。また塩試合かよ。前回巨人オンの動画出したから。とにかく攻撃技さえ来たら勝てる。ふざけないでくれよガチでよ。マキビシホイルでコンボっぽいことはしてるんだけどな。どれも跳ねると大差ないんだよね。もう私コイキングになりそう。おかしくなったレイムさんはさておき、デカヌちゃんは怪力。このヨザルはゴーストタイプなので無効です。ここに来てゴーストタイプの優位性が出たな。ノーマル技と格闘技は種類が多いから、それを吹かせるゴーストは優秀なんだ。次のデカヌちゃんの行動に全てがかかってると言っても過言じゃない。なんかこのヨザルくん今日まともな攻撃技打ってくれないし、守るとかの防御技が出ることに期待するか。ほらカスみたいな技。まあ、相手もカスみたいな技しか出てないし、大丈夫でしょ。どうせ体当たりとかだよ。クソがー。ああ、霊夢が追い込まれすぎて扇風機になっちゃったんだぜ。本当に声が扇風機前になってるじゃん。どうしよう、これまともな技でなかったら次やられるの私たちだよ。こっちも定数ダメージ受けてるしな。もうこのターンで倒す気がないと動画で映ってる試合全部負けチャンネルだぞ。このヨザル、シナリオで頑張ってくれたお前を、努力値王冠すべてやって最強にしてきた。そこまでやってなぜパッチ使わないんだ。意地でも追加要素出さないじゃん。BDSP かな？答えてくれ。うおー、回復技だったー。意地でも攻撃技は出さないあたり温厚なこのヨザルなんだろうな。このヨザルが温厚とかいう矛盾やめろ。そしてデカヌちゃんの技は、エコーボイス。当然このヨザルには無効です。このターンさえ乗り切れば、麻痺で少しでも動けなくさせようとしててくさ。これもうこのヨザルの皮をかぶったデデンネだろ。デカヌちゃんの最終ターンは動いた。もうここまで来たら何でもいい。すべて受け止めてやるぜ。なんで最後自分磨きなんだよ。対戦ありがとうございました。ということで、私の戦績は塩試合込みで2勝2敗でした。ちょうど真ん中って感じだったな。一番は誰だったんだ？一番はメカクトッチョだったらしいよ。ほう、全勝なんだって。強すぎだろ。ギアワンポケモン決まっちゃったねー。